でもなんか使いそうっちゃ使いそうな気もしてて。わ。さあ、というわけでお疲れ様です。バナードです。時刻は17時22分、場所は横浜みなとみらいなんですけど、めっちゃ久々に来た。2月始まってようやくね、仕事です。今日は仕事で横浜まで来ていて、みなとみらいが近かったので、まあちょっと歩いてせっかくなんで横浜、遠回りして帰ろうかなと思っているバナードです。久々の仕事でちょっとね、だいぶ脳みそが疲れた感じがします。1月の最後の週がね、結構バカンス、強制バカンスだったんで、だいぶ久々に働いてきました 何の報告だった感じだけど、まあ今ね、こう裏、このちょうど僕が見てる方向がみなとみらいですね。いや、久々に来たな。横浜の仕事もね、しばらくなかったんで、先月かな、先月1回、1月中旬頃に横浜で仕事あったんですけども、もう朝から晩までぶっ通しで撮影してて、疲れてね、寄り道する気力もなく、そのまま帰ってきた感じです。で、今日はまだ5時でね、で、今日仕事のスタートも3時と、非常に、ゆったりとした一日だったので、まあ、せっかくだから歩いて帰ろうかなというような感じです。なんかこういうお散歩 Vlog 的なのもすんごい久々な気がしますね まあもう一応チャンネルのね、コンセプトが固まりつつあるところではあるんですけども、まあ、この街並みもね、僕の中では可愛いの部類に入るんじゃないかと勝手に、こじつけて 街を撮っていこうかなと。だんだん暗くなってきましたね。まだちょっと明るいんですけど、結構いい感じに暗くなってきた感はありますね。さあ、そして今日は DJI ポケット2、今設定を変えて今また撮ってます。 D シネライクという設定で、シネマライクな、まあ、疑似シネマライク映像みたいなのが撮れる設定に変えて、でね、これ夜景っていうか夜とかどうなんだろうっていう、ちょっと気になってたんで、今日はこれでちょっと夜のこのキラキラした街並みをね、撮って編集してアップしていこうと思います。ちょっとね、好感度弱いから暗いと、もしかしたらあんまり綺麗な映像撮れないかもしれないんですけども、やってみたいと思います。さすがに暗いですね。 D シネライクだとやっぱね、露出が結構ちょっとね、厳しめな感じなんですけど、まあザラザラした映像も、それはなんかちょっとフィルミーでドリーミーでいいのかなっていう気がしますんで、早速歩いていきます。シネライクどうなんだろう、シネライク撮れてんのかな、ちゃんと。ちょっと不安ですけど、さあ、一応このコスモワールドは、入園は特にお金かかんなくて自由に出入りができる、非常に嬉しい施設ですね。で、今日一応ね、土曜日の夜なんですけど、まあ、やはりまだ世の中の雰囲気的にはこういうような感じで、人があまり少ないような感じですね。すごい冬の方がいいですね。前来た時はまだ暑い季節だった気がしますね。フッカルチームフッカルのミミさんと来た時かな。
さあというわけでお疲れ様です。横浜久々でしたね。横浜から帰ってきました。今日は働いたので、働いてかつ今日は、糖質制限、前回のチートデイから 1,2,3,4日目が経ちましたので、今日もチートデイ、じゃん、ケバーブ。まあ、ケバブ自体って実はこれ、ケバブラップっていう種類のケバブなんですけど、実はあの炭水化物量が少ないっていうのでね、実はケバブってダイエットにいいっていうのがあるんですけども、もうあのずっと油分のほとんどない鶏肉を食べてたんで、久々の油オイリーなお肉ですね。めちゃめちゃうまそうで、ラップなんで、そう、これ実はなんでラップにしてるかっていうと、実はこれサンド、普通のオーソドックスなケバブサンドよりも、糖質が少ないっていうんでね、この炭水化物の皮の部分が非常に薄くて、あの対比が少ないんで、実はそうだからほとんど野菜とお肉なんでね、まあ、実質カロリー。泣きそう。なんかこの食事制限始めてから3日に一度好きなものを食べると脳みそがジュワーってなるんですよね。これ何の現象なんだろうね。これだともっとスーパー糖質カットとかしてる人とかが1ヶ月糖質制限して久々に食べたら絶対これもっとやばいことになると思います。うまいでね、あのビーフとチキンのミックスにしました。いやー、今日の横浜の撮れてる感じ見ると、実はこの DJI ポケット2 Vlog カメラなんですけども、 Vlog 用のカメラ、市場に売ろうか手放そうか迷ってます。はい、まあ、非常に素晴らしいカメラで名機なんですけども、使用頻度がねちょっとあまりにも少なすぎて、ちょっと自分が所有するにはもったいないっていう。まあね、でもすごい結構もうあの使用感とかね、ちょっと中古の感じがすごい出ちゃってるんで、まあそこまでね、あの本当に安値で、売りに出すような感じになると思うんですけども、でもなんか使いそうっちゃ使いそうな気もしてて、これを失うと僕はもうジンバル的な撮影はもうできなくなってしまうので、難しいところで、しかもこの小型カメラっていうのがね、まあ一つちょっと後悔を挙げるのであれば、GoPro の方が良かったかもしれない。 GoPro の方が僕の Vlog スタイルにはちょっと向いていました。はい、なんか最初はね、こうなんか街を散歩しながら動画撮るとか思ってたんですけど、まあもうこの状況下だしね、なかなかやっぱり、まあ、いつかはこうね、この状況が落ち着いてこれが大活躍して、こう旅行とか行けるんじゃないかと思ってたけど、一向に状況は良くならないので、もうさすがにちょっとね手放そうかなっていう気もしているバーナードです。 DJI ポケット2ね、ジンバルカメラね、もうこれで、しかもワイヤレスマイク、まあ、これをね、もしこれが例えばワイヤレスマイクというものがこれなかったら、割と早い段階でちょっともう、売っていたかもしれないんですけど、やっぱりこのワイヤレスマイクね、完全に風防を防いでくれる、クリアな音を取ってくれるマイクっていうのが、まあ、外で撮影するのとかにも非常に適してますし、ただ今もね、まあ、α7C で撮ってっていう、体がこうもうそれにこうなんか定着化してるので、DJI ポケット2どうしようかなっていう感じなんですよね。完全に Vlog 裏話的な感じなんですけど、まあね、なんか色味とかもちょっとね、やっぱりキャリブレーションっていう、まあその
α7C で撮った映像と DJI Pocket 2で撮った映像っていうのを合わせるっていう作業もちょっと必要になってくるんですけど、まあ、そこまでしなくてもいいんだけど、まあ、ただね、今日の横浜の夜景の映像とか見てると、やっぱこういうカメラでしか撮れないあのね、ブレない映像っていうのはね、魅力的なので迷ってます。はい、というわけで今回はバーナードマニア、まあ、ちょっとね Vlog 用のカメラのお話でございました。今この映像を撮ってるカメラ α7C に関しては、多分もうこの先ずっと、まあ、下手したら、5年6年7年8年とずっと Vlog 用で使っていくカメラだと思うんですけども、ちょっとこのアクション系ポケットカメラ系はちょっとね、まあ、種類も多いし迷われる方多いと思うんですけども、僕は、Vlog を最初に始める Vlog カメラとしてはちょっと癖が強いカメラだなと思いますね。やっぱ ZV-1 とか ZV-E10 とかがおすすめかな。まあ、ちょっと安いんでね、6万前後で買えるので、そう考えるとものすごいパフォーマンスはいいんですけども、やっぱこう操作が若干ね難しかったりするんだけどね。まあでもこのなんかさ、生き物みたいでさ、なんかね、簡単に手放すのもなんかなっていうね。だって可愛いっしょこれなんかちょっとね、 R2D2 みたいなね、スターウォーズのちょっとこう愛着が結構湧いてるんですけどね。まあ、ただ結構ね、使用感とか結構あるんで、ちょっとね、そもそも売れるのかどうかっていうちょっと微妙なところもあるんですけども、ちょっと考えようと思います。はい、というわけで今回は Vlog 用のカメラについてちょっとね、横浜の夜景とともにお届けさせていただきました。今日はちょっとね、番外編な感じでしたけども、普段のバーナード Vlog では、可愛いものを探索する私のライフスタイル Vlog、 趣味の動画が溢れているチャンネルになっております。でもしね、この動画役に立ったり、あの楽しかったりしたらね、ぜひぜひあの高評価押していただいて、でもしいまいちだったなと思う方は低評価、どっちか必ず押してください。はい、よろしくお願いします。どっちか必ずね、低評価高評価ポチッとしていただけると嬉しいです。チャンネルの登録はお任せいたします。というわけで今日は横浜からお送りいたしました。バーナードでした。ご視聴ありがとうございました。さようなら。